トータルバリューチェーンマネジメントブースに来ています。こんにちは。こちらでは何を展示されているのですか？こんにちは、日立製作所の中川です。こちらのブースでは日立独自の人工知能をご紹介しています。どのあたりが日立独自なんですか？弊社の人工知能は業務の品質や効率の問題を解決するサービスなんです。人工知能を使うと品質が良くなるんですか？はい、日立にお任せください。日立の人工知能なら専門家でも気づくことができなかった品質向上の施策を導き出すことができます。ここでは分かりやすくお蕎麦作りに例えてご説明します。材料を混ぜる、生地を伸ばして切る、茹でる、レシピ通りに作ったにもかかわらずつるっと喉越しの良いお蕎麦が完成しないことがあります。どうすれば美味しいお蕎麦を作ることができたのか知りたいと思いませんか？知りたいです。ぜひ教えてください。はい、例えば工程 A のこねる回転数が1分間に30から40回、かつ工程 C の茹で時間が3分10秒から3分12秒の間であるとお蕎麦の喉越しが良くなるという仮説を見つけることができます。すごい。その仮説どうやって見つけたんですか？はい、日立の人工知能は業務に関する大量かつ多様なデータから品質向上に最も効果のあるデータの相関を見つけ出すことができるんですよ。日立の人工知能はデータとデータとの関係性を解き明かす技術ってことでしょうか？はい、膨大なというところがポイントになります。人工知能の技術、さまざまな企業様でご活用いただけそうですね。はい、ありがとうございます。その通りです。データ収集からシステム化まで日立がトータルにサポートいたします。ぜひ日立にお問い合わせください。ご視聴いただきありがとうございました。